これは。ナイスブラザー殿。ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。わこいけ。承諾金選抜ありますか？ないわこつ。マイク切ってるってマジ？ナイスブラザーロマー。すいません、電話しました。皆さん、そろそろ僕も真面目にアクセサリーを作りたいので、ベリアル強のカードを定価で買います。定価の6万ゴールドで買います。いやー、小さなメダルカンスト遠いなー。小さなメダル100万枚遠いなー。これもマジで遠いな、これ。売ってないから定価とかないけどね、笑。まあ、あれでしょ、変えられるでしょ。普通のベリアルカードに交換できるでしょ。ナイスコンマは、ナイスコンマは、うるせえなてめえ、ダイスとか NG。 こういう頭のおかしいキッズは NG。 なんでベリアル行こうって誘ってんのにダイスしようなんだ、まあ、アホなんかお前は。すいません、あのベリアル今日売ってください。俺ね気づいたんだよ。俺ねコメント、俺ねガキどもにコメントありがとうございますって言ってまで放送やる必要ないと思うんだよ。頭悪いやつ、頭おかしいやつのコメントにね、なんかもう相手してまでねやんなくていいと思うんだよ。放送はこれからより、まあこれはもう面白くもねえなというキッズはもう超 NG だから、もう今日はせやな、わら。そうだと自分も安く扱うな。高校生レベルから相手にしよう。中学生レベル以下はもう切り捨てていこう。民度上げていこう、民度。ナイスこんばんは。ベリアル行きましょう、ベリアル。俺は今、どうなってるんだ、その。どうなってるんだ、俺、銀ロザは。民度、闇社会。皆様。皆様のおかげで、ブログが13位、ありがとうございます。ナイスはこっちです。ナイスぼち、今日ね、ちょっと結構俺言ったよ、今日。今日、まるちゃんとのスゴログについて今日は俺熱く書いたよ。うるさいな。俺は今日踏み込んだよ、まるちゃんとのあれに、聖戦に。結構踏み込んで書いたよ。アクセスが1万を超えたよ。
アクセスが1万超えてコメントが2だよ。渋いよ。なかなかアクセス1万超えてコメントが2ってなかなかないぞ。ナイスはコツ。あ、この放送よりコメントないですね。やばいよ。マルスケ不具合利用疑惑でブログ炎上中。学園通知手紙の件で。あ、今日はピクサーさんくらい手紙してまくりましたよ。マジで？何不具合って。うわ、皆さんありがとうございます。強いカード感の松よりノーマルをオペアで何十個かかって1パー集めた方が早いんじゃない？ほら、1162911629から。昼間は不具合で大変でした。あ、そうなの？そうか、あれだ、ベリアルと交換した方がいいか。強カード持ってきてくれたら、あのあれか、ベリアルカードと交換って言った方が現金に変えられるか。ベリアル強持ってる人がいねえのか。そうか、なんで来ないんだろうと思った。ベリアルカード買うか。ベリアルカード、ナイスはコツです。スプ引いてみます。チェー、まあ、今日のがいいんだよね。今日のがな、オルフェアルーラソンない。占い師の館もルーラソンない。4枚1セットです。24万。カジノでベリアルカードを用意してこいけん買ってもらえばよいじゃん。あ、そうか。あ、カジノで取れんのか。あ、カジノで取れるんだ。そうか、カジノで取った方がいいんだ。カジノコイン使わねえもんな。じゃれれーん。じゃ行きましょう。今日がいいよな。ベリアルはな。カジノ22。そういうアスフェルド学園あれだな。負けたりしないでしょ。皆さん、全部。おお、ベリアルカード。社長待ってください。今強しベリアルはそこでも負けようがないくらいこっち強いよ。皆さんもおごるんでいきましょう。フレッチャ大量ベリー、オーケー。俺はベリーアルがいるんで、ベリーアルが。これ無駄、どういうこと。いや、コインとか使わないからいいでしょ。強しに変えてるってことですよ。うん、どういうこと。話するけい、ナイスこんばんは。何、いや、オーケーだ。これ買うよ。足んないよ。はい、オッケー。魚のまま伝道したの。魚、一週間魚なんだ。19日まで。魚姿もあと2日でお別れだよ。今日明日でお別れだよ。18、19、20ってやんないから。詳細はこの前のイベントです。ちゃーちゃー。寂しくなるな。人間になりたいけどな。ナイス、こんばんは。じゃあ皆さん、ベリアルおごるんで来てください。ベリアルおごります。罰ゲーム、スプ引く時も痛いように強いカード手にはいるので。うん、3年も開けるとはね。ベリアルおごります。ベリアルおごります。ベリアルはでも弱かったかな。
てで、まだ全然俺全然なんだ俺。ナイスこんばんは。本当はあれだな。ベリー、あとバズドレが一番苦労したんだろ。いや、バズズが一番強かったよ。バズズが一番強かった気がする当時。ツインクローとかね。で、大きなお宝花。なるほど。間違えた。金のフェザーチップ。竜外視。どうしようかな。エルフ、世界樹、雫、レアボスコイン、超アンナ、呼び寄せの筆。で、この、銀のロザリオ3個。銀のロザリオ、ブローチのかけら、超アンナ。そろそろ俺全部いけそうだな。結構俺真面目にやってんだよな。アクセルギア、中性、魔人、風来の陰謀、錬金石、フェザーチップ、エンゼルハーツ、常闇の砂、ダークゼリー32個。どうしようかな。とりあえず皆さん。さすがにいらなくなると思うわ。手札めっちゃあるな。でも、これ少ない方なんやろ。社長こんばんは。今日は早いですね。ナイス。ハゲンのリング。チェーレーレーレー。目覚ましリング。これだ。え。HP ロザリオ。マジで。俺 HP ロザリオなんて持ってんの？そう。なんだかんだ俺真面目にやってんだ、アクセサリーな。ベリアン4枚で6万。ちぇー。これだ。これだ。このロザリオだよ。これだよ。1個ついてるわ。お、意外と1個ついた。え、1個ついてて。お、意外と今日できるかも。ロザリオ、合成味6。よし。行きましょう、皆さん。ベリアルおごるんで。チャレレー。アトベリバスは信じられないくらい悪手を霞んですぐですよ。あ、ほんと。皆さん、今日出してくれる人。理論地カジノ、4点張りが入るから難しいよ。あ、そうなんだ。じゃあ行こう。この学生服ってこれ買えるようになるよ、これ。これ、裏商人とかで買えるようになります、これ。買えるようになったら売りてえな。やばい、ベリアル行く人が誰もいねえ。買えるようになるって力さん言ってた気がする。あ、ほんと。闇で出すようにするって言ってたよな。イシス、イシス445、イシスランク332。弱っ。チェーレー。とりあえず行こうぜ、ベリアル。今はまだ買えないです。わかった。とりあえず預けよう、いらないから。ルアー、いや、これはお出かけツールの時にいる。マイコンテにさえ入れていればいりませんからね。チェッテレー。ゴースデルはやるんですか？ゴースデルやりたいね。ダークアイ、ダークグラス、金のロザリオ。ゴーデ入れてるんだからいらなくね。よし。ツールの次は預かり書でいいんやで。あ、ツールの釣りって預かり書でいいんだ。あ、そうですか。それは渋い。それは渋い。
結構物の整理大変だよな。ベリアル行こうぜ。ベリアル改めて聞いているとエビオミの BGM いいですよね。いやいいですよ。いや攻撃はあと一歩まで行ったんだよ。ほら553、しかも合成エナジー20だからあと10、少なくても11個でいける。これにつける伝承の銀炉座ができてないんですよ。で今日はね、今日は TA 戦争はもう両方やろう。サバイバルのダクキンから出場希望者がいたらレグナードまでやろう。レグナード出場希望者いなかったら2戦争にしよう。俺行きたいんだよ。でちょそろそろちょっと整理だな。現物出る確率上がりましたよね、ベリ。強しになりました。本当。強烈4か。チャララ。あと2人行こうぜ。このセフィールドさんは来てくれんのかな。両方行け、両方あるか。両方だよ今日。スキルマスター。もうどこはどこか忘れちったよ、不思議の的。誰も来ないよ。出たがり抹茶しか来ねえよ。抹茶さ、なんかリツイートかなんかで見たんだけどさ、なんか僕2億ゴールド持ってますから彼女募集してますみたいなツイートしてた。抹茶2億あるんで誰か16歳から24歳までの間で彼女を、かお前渋いな。ま抹茶と抹茶って違うの？あ、わら、すいません、それは恥ずかしいな。そうか。人も持てないやつの発想。やばいよな。将来キャバクラでカモになる人種だな。それ抹茶な。そうか。すごく引き40枚引いたんですが、出ませんでした。そう、残念だな。和国です。お金寄ってくる女は全員がおらんぞ。最近の若いやつはやばいな。まあ、お金は必要だけど、お金を最初餌にやるとあんまいいことないよな。必要な時にカード引けない定期、いらない時にたくさん引く。そもそも2億もありません。今更2億なんかでくれねえよ。2億ゴールドだとな。本日もお疲れ様です。2億円じゃなくていいでは。全然足んねえな。全然足んねえじゃんこれ。マジで。おうおうおう。おうおう、渋いなこれ。効果を消す。これ一回だけ行かなきゃダメかこれ。効果を成長させる。ただ今までの修正からな、月に1回しか行こうと思わねえんだよな。なるほどね。銀フェザー取るときしか行こうと思わねえんだよな。嵐の両替だから来そうな気はするよな。チャレレレレレレレテレレレテレレレ。行こうぜ。ベリアル行こうぜ、ベリアル。ナイス。戦士からの。ナイスケンジャ。皇帝とか別のも入れたらなとか思ってるんですが、ナイス。獣系の強烈っぽい。やはり難しいんでしょうか。うん。別の構成がね。マスキュリン、ガウス。マスキュリンさんってあのマジシャンですか。
ガウスさん、こちらバトバト宣言、これいけるか、これバトバト宣言で今日って4枚入れなきゃダメですよね。今日カードって4枚いりますよね。4枚ワンセットじゃないと無理ですよね。バトバト剣装でいくか。マスキュリンさん、4枚になるまで待ちましょう。チャレレレレレテレレ。今日もゆういちろうくんの殻を見せていただきます。賢者より魔法で魔法トーンした方が早いかも。あ、そう。いや、いいよ、もうあの不死鳥天部からのエベチで勝つでしょ。ここが今、さあ皆さん、ベリアル今日持ってる人1人6万で買います。では終わりの方でぜひ、まあ4枚いなきゃね、入れらんないからね。ベリアル強し順に前用意しました。買っていただけませんか。もう買えますよ、買えますよ。8、じゃあ2周だけ行きましょう。2周だけ。4枚じゃなくてもいいんだよ、倍休暇もしてくるけど。4枚じゃなくていいの、嘘。じゃ準備よろしければ。サムネ画像何。サムネ画像、あのサムネ画像、これ今日のブログで書いた。会心に怒って怒りででごまするって話はない方がいいですか。ちゃ会心で怒ってね、それはな。チャレレレ。今日はピクサーさんの予選突破期待してます。ちょうだねーな、ついでに押しとくか。サムネ行こう、サムネ行こう。今日のピクサーブログ見せてくすって笑ってしまいました。サムネこれ、サムネこれ。社長こんばんは。サムネこれね、あの私が全身全霊切りを込めて言ったら見交わされたっていう画像。サムネにしたらちょっと分かりにくかった。あなたね、ウエディって書いてますけど、あの実際あの違うらしいね。ウエディらしいね。あの伸ばし棒ないらしいね。なんかマルちゃんにも言われたよ、ウエディ。もうちょっと後だよ。恐縮です。まあ生放送だからな、生放送だからな。あんまりスケジュールガチガチにすると見てる方も辛いからな。じゃあ行きましょう。使う。あ、ずっしりゾット。よくずっしりゾットにしよう。魔法の鍵、違う。よし。ちょ、ベリアルとか久々だな。本当にドアのブログ見てるんですかね。いや、知りません。あそこでマルちゃんが398とか見るわけねえだろうとか言えるわけないでしょ。言えないでしょ。アストルティアの光、セフィールド16枚な。じゃあセフィールドさんと、セフィールドさんとウサラカイドさん、これ2周終わったら行きましょう。オッケーオッケー、はい。じゃあセフィールドさんの16枚やって終わろう。16枚とウサラ君のやつやってごらん。チェレレー、ナイス。ベリアルほんと久々だ、覚えてないな。全然俺ね、普通のプレイがしたいんだよ。なんであの俺足んないの。2つ目の金ロザーできてないの。いつでもできるわと思ってたら結構今までなした。あるよな、そういうことはな。ナイス。石板、石板いらねえんだよな俺。メダル32万枚あるからいらねえんだよな俺。おげげ、俺ゴーゴーさん。てれれれ。メダルガマグチ絶対5玉。ナイス、こんばんは。社長が金とか持っても取引するときもいいですよ。チャラララララん、どういうこと、どういうこと。
単に信じていたいんじゃないのか。チェチェ、この風子も、風子もな。ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。そこまでは言えないけど使いすな。社長、値段がたまりません。ちょ、ピロ三世、あのコメントが本当つまんないです。最近のピロ三世さんのコメントが本当につまんないです。頑張ってください。この本当につまんないです。会社の上、俺が OL で会社の上司だったらもう一年中無視するレベルです。よしこい。ほら行け。ん、スペシャル福引きにメダル。いや、ビル先生、頑張っていいです。そんなに頑張る必要ないです。あの、仮想放送なんで。ペッペッペッペレーレー。これやべえ、これやべえ、これやべえな。これどうするこれ、どうするこれ、どうするこれ。ステミが2回入ったな。ステミが2回はまずいな、これはな。ちょ、これ、なんていうか、ないのか、ロスワード的なやつは。なんていうか、ないのか、これは、あの、なんか、ベホマ防ぐ的なやつ。お、ちょっと待って、脳筋しかいないか、これ。いや、これ違うな。ベホマ使われる前に倒しゃいいんだな、これ。ベホマ使われる。おい、ちょ、これだよ、お前。これ、なんちょ、チャージ体やるよ、しゃ。です。楽勝だね、これはね。ベホマが来る前に倒せばいいんだな。はい、ロザリオ、はい、ロザリオが出ません。はい、ロザリオがね、はい、出ましたね。ロザリオが出て、はい、ロザリオが出ない。で、次。はい、オッケー。もう一回やって終わりましょう。もう一回や、もう一周だけ行って、セフィールドさんと、ウサラさんと、マスキュリンさんで今日を変えますから。やっぱあれだな、15個は欲しいな。15個はな、少なくともな。ベリアルカード、ベリアルカードがあのベリアルカード、まあカジノの景品増えないね。カジノの景品はこのアトラスバズズベリアルカードから一向に増えませんね。オッケー。カジノ結構止まってから長いよな。1234。いやでもさ、あれだよ、来週24日新しいコインボス来て、またあの下がるな。小瓶とかかな。小瓶が1個3ゴールドになるな。店で売りゃ10ゴールドなのに。ゴールドで回収したいんでしょうね。チャラララレレ。いやでもゴールドで、いやゴールドで回収したいんでしょ。じゃあなんで配ったんだろうな。なんであのスライムレースの時あんな配ったんだろうな。逆だな、ダグキンカーのレグナードかな。やっぱレグナードは最終マッチでしょ、やっぱ。ピラトカレディにありがたいっす。本当ですよね。スライムレースはヒルズで約4000億回収したからね。あ、そうかそうか。4000億か。運営に経済強い人がいるとは思えない。4000億か。もう次なんかもう L サイズとか来たらもう最低5億だろうな。L サイズは5億からまあ10億だろうな。ペッペッペッ。4000億、80バルディっすね。そう、80バルディって あんま大したもんないですね。チェーチェレレレレレレレチェーレレレレレレレ。ベホマ来る前に倒そう。よっしゃ。
フィールドの雑魚敵より弱い。もうゴールドなんてレベルだからな。いやでもな、聞いたのはね、やっぱ格差がすごいっちゅうの聞いたね。持ってる人はもろ持ってて、持ってない人はもろ持ってないっていう。めちゃめちゃ出るな、これ。こんな出んのこれ。ありがとうございました。ありがとう。チェッチェッチェッチェル。社長の装備がめっちゃ光ってるってことは本当にギャングしかやらないんやな。マッチさん、ガウスさん、ありがとうございました。それではセフィールドさん、ウサラさん、よろしくお願いします。でもダイス屋が減ったやな。ダイス屋とダイス放送が減ったやな。ダイス屋減った。学園にこもってんのかな。一度解散します。ただあれだね、コンテンツが結構ガンガン来るって言って、学園すごく大勢やってるんだね。元姫の吉宗さんがいなくなったせいですかね。手に持ってないのは金貨手にしてないだけだろ。はい、宇佐良さんからのマスキュリンさん。じゃあ皆さん、使っていただいたカードかける6万ゴールド差し上げます。多分に感じてるのは、一部が拡散してただけで、ミノルはほとんどのプレイヤーが楽しんでるってことですね。教室にも武術室にも誰もいないぞ。今日買ってきたフランショコラの発酵バタービスケット超うめえ。こういうの食ってるか太るんだよな。社長、魚になったせいか他の魚も目につくな。慣れてくると、慣れてくるとウェディもいいけどな。まさにそれだからね。じゃあ手元メモっとくから何枚入れたか教えてください。マスクリンさん先にお願いします。ダララララ。マスクリンさん2枚だから、セフィルドさんも2枚お願いします。ランマはウェディ嫌いだよね。たまだ。そういえばユータくんがこの前の種族変更イベントで作り込みすればよかったとか言ってたな。マスキュリン甘いもの好きなんですか。大好き甘いもの。マスキュリン2枚。ファミコンクラシック見に行って転売ばっかり。すごい売れたらしいね。二十何万台売れた。26万台とか売れたらしいね。やっぱ俺らの世代は、やっぱ俺らのさ、ファミコン世代は今 お金使う年になってきてるから、いいね。やっぱダメだよ、ちょっと有料になるからっつって、もうガーガー文句言うクソガキどもは。30種類は言って6000円ぐらいですからね。安いですよね。ニコ生毎日10時間見てプレミアム会員500円でふざけんな運営とか言ってるクソガキは商売のあれにしてもしょうがねえからな。やっぱり一回社会に出てな、経済の経済催眠、経済の仕組みを知った人たち同士で遊ばないとな。やっぱりキッズミントが混ざった瞬間になんかな、お金を稼いでお金を使うことがなんか悪いことだみたいな、あの変な企業意識になると経済止まるよな。でもそういうキッズもさ、めちゃめちゃハマったガチャとかには死ぬほど親のクレジットカードとか使って、あのガンガンお金入れるわけじゃん。頭おかしいよ。
ほんとあのパチンコが流行りまくってた時のさ、いやパチンコ流行りまくりん時のあの結構倹約家の主婦の方がさね、あの卵1パック98円って言ったら遠出までして自転車こいでた主婦の方がパチンコに何十万円も負けるのと同じだよな。ドラクエのゴールドで遊んでるぐらいちょうどいいよな。ドラクエのゴールドどんなに負けても月額1000円だもんな。1500円ぐらいか。5キャラでも1500円か。ドラクエ最高だよな。よしかい。ステン、フェイル、これ死ぬこれ死ぬこれ。これ死ぬかこれまさか。セフィールド怒り。これちょ、ちなみにこちなみにあれだな、ロスアーター、ちょ、ロスアーター使おう。そういう、あむっちゃうね。いや、そりゃそうでしょ。あの、ゴールドのね、ゴールド大切にしてるから、ゴールドを稼ぐの頑張るんですから。お金持ってる人はお金に雑に使わないからね。お金雑に使ってる人は貧乏になりますから、いずれ一時的にやっても必ず最後貧乏になりますから。ロストアタック、おい、いいね、いいよ。ロストアタからの自己スパークで、ダララララ、俺も庶民派だよ。バレレレチャレレーン、ナイス。ジゴスパークからのミラクルブースト入れて、おい、これは良くないだろ。ちょ、これが良くないん、ちょ、なん、嘘だお前、ロスアタ入れろや。何回俺にロスアタさしてんのお前、ロスアタぐらい入れろやお前。お前コロシアムだけかお前、ほら、お前脳筋かお前。今僕のいいか、そう、じゃあ俺だ、そうか、宇佐田の方が一枚上手だったな。宇佐田、そういや元気にしてたんだな。やばい、結構ちょっと今日のがやっぱ強いな。ちょっと今日のがちょっとだけ強いな。ナイス、今日でも41ゴールドなんだな。時の水晶ナイス。ちょ、こっちまで、これ、ちょ、まだ、これ、どんぐらい出んの？さあ、1個多いだけ。かけらが1個多いだけ。かけらが1個多いだけ。3個、5個。おい、普通のベリアルのが出るじゃねえか。どうなってんだ、これ。これ、どうなってんだ、おい。セフィールドさんも2個ですね。参加してもいいですよ。マスキンさんもちろんもちろん。差し上げります。どうぞどうぞ。いや、あのベホーマーはマジでイライラするよな。ベホーマーはほんとダメだよな。当然ですよ、もう銀ロザ作ってない私が悪いんですから。もうやばい、あの大学院進学してちょっと因数分解を学び直してるみたいな感じですね。チェレチェレン、はいはい、セフィールドさん6枚、はい、ここまでセフィールドさん6枚、次宇佐田くん4枚、この次宇佐田くん4枚でお願いします。ちょ、ロスアタな、ちょ、ロスアタなるべく打っていくから。チャジタいないんだよ。理論値ギャンブル来ない。
よっしゃ。ナイス。皆さんアクセサリーとかみんな終わってんすか？俺ね、いつ頃からかな。俺いつ頃からだろう。なんかね、召喚符ができ始めてからあんまりちゃんとやんなくなった気がする。そのコイン買えなくなってからやんなくなった気がしてきた。山田電機で終わらした。山田電機でね。山田電機俺エスキラも終わってん。あ、おーい、どうなってんだこれ。銀ロザ今攻撃を作るために頑張ってる。ほら全部全種類作った。すごいな。おーい、な、死ぬとこあんの。ベリ、おいよ、ベリアルに殺されるとこあんのか。ストルティア最強装備がどうなってんだこれ。ちょ、真面目に行こう、真面目に行こう。まずは超早草切り。あの、一回引退したことある人、今ご覧のリスナーさんで一度引退、俺引退のちょっと定義がわからん。一度引退して戻ったことがある人、なんで攻撃受けないの。いや、めんどくさいから。それ以外あります？めんどくさいからですよ。別に攻撃来てるのはそれなりに分かってますよ。引退中か。俺引退の定義がちょっと分かんねえんだよな。あ、行くぞ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 。一番でロスアートがねえよ。ロスアート任しとけ。ロスアートはしかもロスアートだけやりん。おい、なんだよ。ちょ、なんだこれ。半年は引退かな。1ヶ月は引退って言わなそうだよな。いや、俺の中でね、いや、俺のイメージですよ。俺の中でね、いや、俺の中でイメー、あの、引退のイメージはね、あの、あれっすね。で、バージョン1やってて、2のリスク買わなくて、バージョン3が出た時に2と3買った人はなんか引退って言ってもいい気がする。ねえねえねえ、なんかあの、もう1でやめた、でもまたやろうかなで、もうバージョン3を機会にまたやろうかな。で、バージョン2からやる。これは引退な気がする。だ 1年か。チェチェチェ。プロでもないのに言いたいとかいうことばっかりだったくる。あ、そうだな、そうだな。じゃあ俺1年ドラキュラやりませんしたら引退になる。俺2017年一度もドラケーやりません、ドラケー放送やりませんさ、引退になる。それ引退になる。おい、超伝の銀路座、銀路、おい、おお、まさかの、おお、ああ、おお、嫌だよな、1年休んでさ、2018年戻ってきたらさ、みんな500億ぐらい持ってるさ。いや俺何百億持ってんだろうっつったら、いや、そんな今もう2週間で稼ぎますよってなったら嫌だよな。昭和初期から平成 みたいに物価が変わったら嫌だよな。今コインボスって1万4000万するのみたいな。今理論値って今30億すんのっつって、マジかってなるよな。でも昭和初期のコロッケ5円で買ってた人がコロッケ80円になったらそういう話だよな。コロッケって80円もすんのってなるよな。あ、ウサダ4枚、ウサダ4枚、あ、ウサダさんが4枚、現在マスキュリンさん2枚、セフィルドさん6枚、ウサラさん4枚。まあ結構、まあ、違うよね。てん、ヒドラ40万、バナスカシはビックリマンチョコの価格にちょっと
ます。びっくりマンチョコって今いくら？びっくりマンチョコって今いくら？100円？俺たちの時30円。俺小学生の時30円。あのニュースになって、シールだけ取って、チョコを全部ゴミ箱に捨ててるって言って、社会問題になった。やばい、やばいよな。84なんだ。びっくりマンチョコ美味しかったよね。J リーグチップスか。俺の時代は50円。プロ野球チップスでやってる友達いたわ。わら。パッパッパ。やっぱこの俺たちこんな集めるのが好きなんだな。コレクトが好きなんだね、やっぱな。ナイス。消費税がなかった頃だったな。消費税がないんだよな。あのチョコめちゃくちゃうまかった。びっくりマン美味しかったよね。ドラゴンボールのカード欲しさにドラゴンボールのおまけ付きのお菓子を使ってました。そういえばなかったんだよな、消費税。消費税なかったんだよな。竹下総理は。チャララ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 ラ。俺はロッチ集めてたわ。ロッチロッチ。いや俺ね、なんでロッチ、これは何なのみたいな話した時にね、あの悪い大人がいるみたいなことを学んだ。小学生の時に、なんでこのロッチ、なんでシールが同じなのにここの文字が違うのみたいになって、悪い大人が世の中にいるっつって、なんでその悪い大人が成敗されないんだろうって、俺は小学生ながら疑問だったよ。もう天下無双ってなんだよ。天下無双ってなんだよ。ありなんかよ。ナイス。チェッ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 チェ。あ、ほんと、今、若い人、自分は若者だと思う人、超ある。こんばんはです。自分はちょっと結構若い、まだキッズである若者であると思ってる人、その中でフィクサーは悪だと思って見てる人、この人、これは悪い人の放送だと思って放送見てる人、こいつは悪者だけど放送を見に来てしまうという、舐めてんのか。勉強しろや。宿題やれや、ゴミども。宿題やれや。こんな放送見てないと、まあ、お家のお手伝いしろや。お、まだ結構、まだ結構モテるこれ。最近ちょっとエリートヤンキーサブローをたまに見てるから口が悪くなってきた。可愛い聖夜みたいになってきた。1,2,3,4,5,6,7,8。 宇佐田くん8枚。いやでも悪の定義は人によって違うだろう。だから難しいんだ、正義と悪は。ただあれだよ、ただあれだよ、ゴアス。最近ドラゴンボールスーパーでゴアスが、海王神のゴアスが言ってたんだけど、その善と悪のバランスを調整するものが正義って言ってたよ。マジマジ。もう悪はね、なくなる、悪をなくすのは難しいんだって。その善と悪のね、そのバランスを保つのが正義って言ってた。正義は悪を滅ぼすもんじゃないらしいよ。渋いなと思った。これ渋いな、ざますと思った。だからとりあえずな、まあ、悪も悪と思ってる、正義と思ってるみんなも頼むよ。内部頼むよ。タラララララ。パッパ。さすが神チューバーゴアス様やで。チーチェレレ。みんな冷たいよな。くだらな、他人の人気に乗っかるとか、ね、プロレスから学ぶことありそう。
お前は何の人気でこのブログにたどり着いたんだ。お前はどういう経緯でこのブログにたどり着いたんだ。テンパークは興奮するものですよね。ギガス…ちょ、待てよ。爆竹は今では名曲だよね。あー、爆竹はいいね。爆竹はすごいよね。いまだに現役だもんね。俺中学生の頃からいまだに現役だもんね。すごいよ。簡単に買えないらしいですよ。花火のやつ。花火のやつね。ロスアタ行け。ロスアタ任せろ。ロスアタねえないつも。6ページ目はい。どうするこれ。ヘルファイヤー、これはいける。これはあえて受ける。武器ガードからの、おーいや、イカるよ。イカってどうするこれ。イカってどうするこれ。ベホマ行くのよ。ベホマ、よしで、怒り、バイキルと、はい。いや、でも、小学校の時とかの爆竹火つけて、爆竹とかロケット花火に火つけて、なんか、人に投げるみたいな戦争やってたよな。結構痛いんだよな、あれ。ロケット花火当たると結構痛いんだよ。服に穴開くんだよな。今思うと信じられないよな。まあ危ない遊びだよね。最近そういうの聞かねえもんな。はい、宇佐田君がこれ8枚。次セフィルドさんお願いします。まあそうだな。いやでもね、なんかやっぱちょっと時代が違うんだろうな。やっぱ俺たちヤンキー時代なんだろうな。だってあの、うちの中学校にやっぱちょっと、あ、なんか、徳丸高校軍団みたいなやつが、あの、もう僕は参加してないですよ。僕参加してないですけど、その、駄菓子屋のおっちゃんとなんか喧嘩しちゃったって、ね。駄菓子、あ、違うな。なんかあの、な、あのね、ガンダムのマグネットがあったんですよ。ね。ガン、1枚20枚かな ?1 枚20円かなんかのガンダムのマグネットがあったんですよ。ね、ガンダムのマグネットがあってね、その、30個入りか50個入りかわかんないけどね。もうその、どうしてもちょっと、いや、不良の先輩がそのどうしてもキラキラが欲しいと。で、キラキラが欲しいってなって、で、まあ、50枚入りの、まあ、マグネット、ね、残りが30個ぐらいあったんですよね。もう20個は引かれて、残り30個と。ね。で、おっちゃん、これ、今までこれ引いたやつの中でキラキラ当たってたやついるかつって聞いたら、いなかったと思うなつって。で、30個買い占めて信じて買ったらキラキラが1個もなかったんですよ。そしたら、嘘つくなやつって。前のどっかの20個に入ってたのかもしらんやろ、キラキラがつって。まあ、キラキラが特定の、ちょっとあれか忘れたけど。ね。そしたら、俺だって全部見てるわけないから知らないやろつって。俺だっても全部お客さんが引いたやつ全部チェックしてるわけじゃないからしょうがないやろつって。どうすこれ、エルフか。そしたらそれに怒りを立てたやんちゃな先輩が、今日の夜終了すると、その駄菓子屋のね、それでもう、俺の全財産600円をつぎ込んで、騙したおっちゃんを許すなつって、ね。後輩から金出させてロケット花火とかを夜中にその駄菓子屋にみんなで打ち込み行くぞっつって結構大事になったんだからね。もうちょお前ら人手が必要だっつってもう学校で問題になったんだから。はい、オッケー。
もう20人ぐらい集まってみんなでロケット花火構えて、ブロック塀とかの上にね、ロケット花火をみんな並べて、もうみんなでシューって火つけて、ピュ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 そう、そういうの今すぐ動画上がって問題になるよね、今な。まあ、特にね、そんなに大きな問題じゃなかった。学校でちょっと問題になったぐらいっていう。今だったら世間で超問題になるよな。聞いた話な、聞いた話だよ。聞いた話な。いや、そういうことやってるドキュンって、2、30年前いっぱいいましたよね。いや、そういうドキュンいっぱいいましたよね。いやいや、俺の周りじゃないよ。たまたま俺、あんだから、公立だから、公立学校だから、そういうのがいるんだよ。ほんと嫌だよね。あの、ゲームセンターに集まってストリートファイター2やってたような奴ら。たまってストリートファイター2やってた奴ら。中学校の窓ガラスが必ずどこかしの影響を笑えているというのが当たり前の時代だから、笑わら。じゃれーん。あれ、これやばいよ、これだよな。これなんだよな、この人生で一番無駄な時間。倒せばいいのに、このべ、やばい、これやばいぞ。痺れてる、怒っている、猛毒をかけている、これまずいな。ロスアター6ページ目。よし、ユッケさん、楽しかったっすね。ユッケさん、指負傷したとか、あれですか、ロケット花火ですか。爆地球とかロケット花火で火薬が爆発したんですか。ロスアター、おーらっしゃ、攻撃からの、ロスアター、よし、いいぞ。これはいいぞ。ちょ、3日すぐ怒るな、こいつ。チャラララララ。ナイス！なんでビックリマンチョコの平和な話をしてたのに、ロケット花火を撃つ話になるのかね。でここが、これが、ちょっと待ってください。これが、セフィールドさんがこれ入れてくれたんですか？これがセフィールド、どうなってんだこれ。中学校時代、バーチャルファイターの大の飛び合いが思い出ですわ、わら。これがセフィールドさんが、中学の時、校長の車のフロントガラスを割った時はさすがにヒヤヒヤしたわ、わらわら。チャン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 。はい、ゴーコー。おー、それは渋いな。いや、あの、シール貼れるやつマジ勇者だな。はい、マッサンに、セフィールドさん。ん？セフィールドさん、銃じゃね？ウサダ、セフィルさん10で10。ウサダ、お前カウンターちゃんとしろや。あ、当然公認でですよ、バラ。どうぞ、テレレレ。いやな、びっくり、今スーパーゼウスとか見たら感動するだろうな。いや、今新品のスーパーゼウスとか見たら感動するな、やっぱ、思い出で。つうか今カードラスとかびっくりまで価値あんのかな。俺カードラスとか超あんだよな。ヘッドロゴもね、これカードラスとか超あんだよな。もしあの絵柄がガラスと変わってたら嫌だな。ネロマシンが好きです。どっかそういうの買い取りしてくれるとことかあんのかな。
金消しなら取っております。金消しスーパーヒーロースーパーゼウスって歌ったよ。ガンダム派、ドラゴンボール派、あるみたいだよ。俺ガンダム、超ガンダム、SD ガンダム。じゃあ今日もやるか、ダグキン2。金ロザ強くしてやるか。ガン消しね、ガン消し50円ね。買ったら100年目はさ、わこ、わら、ヘッドロコが1万5000で買うところあったな。ミニ四駆もやった？ミニ四駆もやるでしょ。一通りやるでしょ、ブームは。一通り行くよ。カードラス、ビックリマン、カードラス、ガムラツイスト、ラーメンバー、ミニ四駆、ね、俺たちのホライゾン、コロコロボンボン、だいたい流行ったもんで、世代がね。ネクロスの要塞、ネクロスの要塞。俺エスパークスって分かんねえわ。俺ね、ビー玉ハイパーヨーヨーは違うね、世代じゃないね。まあ、メンコとかも流行ってるよね。カーケシもちょっと前かな。ヌーボーといえば T 先輩ですよね。T 先輩。金消しは俺だから、俺昔実はシンガポールにいたんですけど、シンガポールから帰ってきた時金消しだったかな。金消しといえば金肉マンだな。消しゴム落とし。あの小学校の休み時間は定規戦はやった。どんどん上のロボットありましたね。あの定規戦で、負けたら定規を取られるっていうギャンブルというか、もう定規が没収されるっていう、あの定規を没収されるっていうのやって、問題だった。あの問題になって、あの結局ね、定規を取るまでだったらね問題なかったけど、取った定規をね、あの返す時に販売するって言って問題になったな。あの結構強い定規を取って俺あの定規だったら500円で買うみたいな、そういうことが起き出してから、そんなんばっかだよおい。まあ俺関係ないけど、いや俺関係ないけど、まあ俺関係ないけど、いや俺は関係ないけどな。いや結構問題になったな。三つ子の魂、ロケット鉛筆あんま使う、あでもそう世代かもね、あんま使ってないかもしれない、あんま使わないけど、そのあれだよな、オッケーオッケー。これ余るっぽいな、これ余るな、これ余る。はい、こちら宇佐田くん234、はい、宇佐田くん12個 OK、 宇佐田くん12個からのセフィルドさん残り2枚か。2枚いらねえけど買って差し上げないとかわいそうだから買うか。誰か2枚いねえかな。曲変えよ。ルービックキューブはしてない。あ、ルービックキューブあんましてねえな。チャラララララ。
よし、オッケー。これはさすがに理論軸だろう。これは死ぬ。あ、あ、チャ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 、毎回捨て身だな。旅芸いるから要するに捨て身しなくていいのにな。ナイスで、ファミコンのやつ、ファミコンのやつ欲しいんだけど、じゃあやりたいソフトあるかさ、ないんだよな。あのファミコンミニ、あの何、あのファミコンのちっちゃいの時代でなんかテンション上がるから欲しいけど、やりたいソフトないな。ピロ先生もうダメだよ、結婚初体持ってこんな放送見てちゃさ。俺必ず嫁さんから嫌われんだよな。そりゃそうだよな。俺悪くないと思うんだよね、見てるやつが悪いと思うんだよね。嫁さんは俺のこと、俺のこの声とかさ、こういううるせえとか嫌うけど、旦那が悪いと思うんだよね。俺はもうしょうがないと思うんだよ。トミー・エボック社。いや、私あの業界の大先輩が、ドラキュラも、いやもういいよ。俺今オフラインゲームやるんだったら、本当に俺あれやりたい、ファイヤーエンブレムの最新作、白夜王国、暗夜王国やりたい。そんなゆうちゃんを愛してる高子は神で、まあ高子は神だな。ガンダムの腕治ってたしな。じゃあラスト行こう。ロザリオ超あんな、これ。シャドバーはね、ロア君と話し合った結果、もうちょい先だな。なんかロアがファイヤーエンブレムにはまりだしてよ。ブラザー、今ファイヤーエンブレム集中したいから、ちょっといいっすかっつって。ちょっとシャドバー先でいいっすかっつって、先でいいよっつって。忍者龍拳伝とかよくない？ナイスこんばんは。昨日からトラキア始めました。ナイストラキア。いや、俺でも一回本気で俺ファミコンの放送するんだったら、俺ポートピア連続殺人事件とタケシの挑戦状をやりたい。タケシの挑戦状、ポートピア連続殺人事件、あとやりたいのなんだろう、ファミコン。あとファミコンやりたいのはね、オホーツクもいいね。サンマの名探偵、たけしの挑戦状やばいよ。あのゲームはやばいよな。こんばんは社長。ナイスこんばんは。ファイアーエムブレム外伝とかはやったのですか？外伝とかそれはやるよ。いや、それはやるよ。うるさいな。竹町無理で終わんねわぞ、わらわら。チャイルズクエストはやって損した。チャレレーン。ファミコンウォーズ入ってるん、ヒットラーがおすすめ。サンマの名探偵とか。いや、でもファミコンはね、俺ね、簡易放送にもやったけどね、やっぱあの、やっぱあるよね、思い出のファミコンあるよね。意外とファミコンジャンプ2が名作だった気がする。全ゲームセンターグッズがそれだし、チェッチェッチェー。ローラ姫のやつ全部キラーマジンガもいらないな、これ。ワルキューレは鬼畜なゲームだった。ゴルゴ13はクニオくんの運動会。クニオくんもあれな、クニオくん PS3 であんま流行んなかったな。チャッチャーチャラチャッチャー。
桃鉄が年末ですよね。俺ほんとこのね、このゲームは年末年始はやっぱり龍が如く6、桃鉄、いただきストリート最高ですね。はい、オッケー、ラスト、ラストありがとうございました。お疲れ様。ファイナルファンタジー15はやるの？桃鉄オンラインないんじゃなかったか？桃鉄は新年で、桃鉄新作はオンラインないみたいですね。桃鉄最新作オンモードなんて噂ですが。オンラインないの？新版から聞いてたら使ったのに。オンラインないの？オンラインないの？DS だっけ？ DS だっけ？マジ？集まってはできんの？集まって4人でできんの？マジか。そうか、なるほどな。でもオンラインでも大変なんだろうな、管理すんのな。集まってのプレイは即と勝ってない人ともできる。やばい、ちょやばい、ちょやばい。ロスアドオッケー。アドホックか。やばい。ジゴスパ。このベリアルが呪文を唱えるこの指突き出すときなんかモグロを吹くと思い出すよな。今日なレグナードも来てくんない気がするな。はい、オッケー、ありがとう。219丁目来てください。219丁目集合で。セフィルドさん16枚、宇佐田くん14枚、マスキュリンさん2枚。おお、結構な、まあまあだな。あーそう、オンラインないのか、寂しいな。マスキュリン12万ゴールド、こちらナイスキャッチ。そして宇佐田海斗、いやでもあれだな、ベリアルだったら1時間で理論値ができるってことだな、今本気でやると。さあ宇佐田くんが14枚が60万6千24万ゴールド。昨日ちょっとシュウォッチの話出たけどな。で、セフィルドさんがこちらが96万ゴールド。ラグナが作ってるけどもう罰ゲーム終わったん？ないキャッチ？ん？罰ゲーム終わってない。90、60、66、36、96万ゴールドからセフィールド、ないキャッチ。ありがとうございました。解散します。作戦仲間解散する。はい、50万ゴールド。おお、めちゃくちゃあるな、おい。何個あんのこれ。3、4、5、6、7、8、9、10、16個。いや、これはいけるだろ、16個。いやー、ちょっと俺、いいっすか？ゴースネル、いいっすか？ゴースネルって今いくらですか？ゴースネルいくらですか？ 4 枚でいくらですか？理論値完成するかギャンブルしないの？しないよ。
これこれ、いやなんかすげえあっさりできそうな気がする。めちゃめちゃあっさりできそうな気がする。なんかもう2個できそうな気がする。いやこういうのもやんなくなったな。それにしてもな、ベースがこれでしょ。はい、いやいけるいけるいける。あれあれあれ、それで一度ゆうたまのボケしそうになってかなり焦りました。あれあれあれ、俺も一回だけあるから消しちゃったこと。ちょっとお願いします。HP2、 合成レベルが上がった。おおおお、会心きた。 0.1 パーきた。チェーチェル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 。ここだ今。ちょ頼むよ。あれ意外と来ねえな。いやこれやめてくれよ。ちょマジマジ、いやいやいや、これちょっとあの、いやもう一回やんないよ俺は。もうやんないよ俺は。ベリアルは俺さ、このまま行くよ俺は。伝承、いや俺はもう一回回らないよベリアル。ちょお願いします、お願いします、ちょっとお願いします、ちょお願いしますよ。いえ、そう、あれおかしいな。ん、ちょっとお願いしますよ。あれあれ、ちょ、え、守備は最高4か。守備のロザリオなんていらないですよね。来るときはあっさり、来ないときは全く来ない。それがリーネ、なんでこんな銀色が合成してんの。いやちょっとできてないんだ俺。いやちょっと、いやいやいや君ね、ちょっと、いや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 、20分の1ぐらいか。20分の1はしょうがねえか。銀のペガーチップないの。いやフェザージッパーもったいないでしょ。追加かな。おやおや、守備と HP、 守備と HP は HP の貴重。いや昔の自分を見ているようで微笑ましいです。今年の滝科学研究所だそうです。渋いですね。今年俺あのオフ会で過ごすから、忘年会頼むぞ。おお、来た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 、楽勝だね。これがあるからな、今な。あ、エナジーか。あ、エナジーか。あ、エナジーか。え、同じ、エナジーか。え、エナジーか。消せない時代あったんですよね。エナジーじゃないよ。同じ。エナジーじゃないよ。イエーイ、来た。ということはあと15個だ。あ、あと10、あと15個。ガチ引きか、わら。やったぜ。来たな、これな。まあ、これがな。野生の怪人。野生怪人？ナンパか知らないけど。ちょ頼むぞ。いやこれな、ちょ頼むよもう。消しマジでつかないよな。つかねえな。でもこれさ、まあ、めんどくさい人はこれさ、行くじゃん。66% で。俺ね、俺ちょっと理論値にしちゃうタイプなんだよね。理論値にしてからちゃんとつけちゃうタイプなんだよね。そら、銀の価値 5.0 しかつかないし、俺は 33% い。これでギャンブルはしないんですか？ギャンブルしない。昔したよな。
これも昔無茶な設定にした時4点張り超多かったよ。66は一番ダメやろ。やるなら33か100や。ちょ頼むよこれ。66でやるとかないわ。やばい、やばい。おい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 、おい、え、おいおい、全然できねえじゃねえかこれ。いや、ここは、いや、ここは焦っちゃいけない。ここは復元や。リンゴ返ってきてからのお預けですね。ちゃんとありますか、かけらが70個。破片があるよ。ここが今エナジーのせいでやたら最大値確率下がってる。あ、そうなの。 5% ねえんだ。ラクキンタですか。むしろ確率上がってるよ。リボッターは仕方ないな、わら。ちょっと待ってね。22か、合成22。いや、つかねえな。確率下がってるような感じないけどな。いや、ほんとつかねえな。平運が必要だ、平運。お、マジですかね。あれ、おかわりか。アルファゲパンってなんでテレビで毎日見るようなタレントじゃなく休み出るようなタレントばっかなのや。お前うるせえな。ゴースネル行きましょう。ヒルド29、3、4枚。わらわら。いやー、ちょ、マジか。あれ、メダルなかったね。あれ、あと4個。うわ、あんだけいて足んなかったんだ。渋。まだだ、まだ笑うな。これは渋いな。66いけいけい。お願いしますよ。食なんでいけばいいですか。いや、渋、ちょ、渋いな。まあ、パラマ、まあそうでしょうね。パラマ喧騒。いや、お前も何なんだ、これ、ほんと。この野郎か、これ。いや、もう30個目とか29個目で作るのも結構腹立つよな。いいね、絞ったろ。あれ？解約制でこんなに苦戦するとは。パラマウントベッド？まああと数個だし、小池は金持ってるからエナジーも飛ばしたろ。タラレレレーン。いや、もうこれ腹立つな、これ。ゴースネル1枚しかなかった。なんかつきそうな気がする。ひどい。ちょっと待って。23個やって、配信で1回だけだ。渋いな、これ。うわ、合成29とかマジかよ。33%しか見つけても予想が出せないよ。うーわ。
わー、ちょっとこれは、ちょっと待って。これは銀フェザーチップですか？腹立つな、これ。銀。ひどいお布施やな。銀のフェザーチップ。今日カードあるけど行く？左。作りかけのハブいらないってロック外して豪邸に使いなよ。全勝全部は？ん？作りかけない、どれ？作りかけの HP どれよ？どれ言ってんの？そんなないよ。いや、これも行かない。もう行かない。もう2個を銀フェザーで買える。こういう時のためにあるんだ、銀フェザーは。あの、1個いくつでしたっけ？銀フェザーは、いくつで交換できるんですか？銀ロザー。元のやつは？5だった気がする。5か。銀フェザーチップ。はい、ありがとう。80連敗はすごいな。いやー、ダメだったな。23個もやったのにな。ダメだった。にゃんこの声がにゃおん。交換、ビー、あーでもこういう、ビーナスとかの方が本当はいいけどな。まあいい。デパの攻撃さえはつきにくいね。ちょっと待って、6かしか使わないからどうでもいいだろ。そう、DK かタイムアタックが大事でしょ。皆さん、ゴースネル今1枚いくらでしょうかね。市場相場の倍で買います。市場相場の倍で買います。1枚8万。いや、これでついたらムカつくな。これはつかなくていいよ。これはつかなくていいよ、逆に。これはいいよ。いや、もうなくなんねえってなんだよ。なくなん、いや、余った。ラッキー、わら、余った。ラッキー封印だね。ラッキー、わらた、わらわら。5000字で売れますね。やった。大事の指がバスデカとエシスランク以外すべて完成してるのに、で運なんだなって思った。さすがっす。ラッキー、わらわら。おお、なるほどね。社長ナイスはコツ。やったよ、理論値ができたよ。遊戯はいろいろおかしいから隠しできるね。金のん？写真で封印に使えばいいのでは。邪神で封印に使うか。銀のロザリオ。よし、これでちょっとまとめは金ロザリオ。はい。決勝なんで値上がりしてるのですか？いや、違う。はい。大事音と完成ってはええな。ずっとピラしてるわいと変わらんやんけ。
まあ、ダークアイ、キン、やっとできたよ。もう、や、できてねえけど。やっと、やっと、これ、よっしゃ、これもう攻撃が13上がるよ。HP からの、よし。もう銀の座いらないな。銀の座作る必要ないな、もうな。午後損したな、まあいいや。ゴースネル売ってくれる人、ゴースネル1枚8万ゴールドで売ってくれる人、4枚で32万。職人は売れない、職人は売れないの。一応建前だけれども、収集してきたこなくて、特に買える流れだよ。てれれーてれれー、はい。俺悪霊の仮面もできてねえんだよな。これ悪霊の仮面、マルちゃんとあれだ、スゴロゲ取ったやつだ。1枚4万でいいんじゃないの。1枚8万でか、8万で4枚で32万だよ。ゴースネル行きましょう。4枚32万 G で買います。32万 G で買います。ゴースネル行きましょう。キューズ2134枚32万 G で買います。お金で解決しないで頼み、釜で作ればどうでしょう。そう、釜で作った方がいいな。今さら遅いな。ゴースネル12枚、セフィルドさん何できます。重さ4チ、アクレイ。はい、パワープロ、パワープロ賢者。魔剣僧セフィルドさん、僧がいいですよ、僧が。僧でお願いします。パラディン来てくれ、パラディン、パラディン来てくれ。キビコさんごめん、間に合わなかった。パラディンで来てくれ、パラディンで。俺はつけて今日行くんや。ということで皆さん、21時よりダークキング2サバイバル戦8軍募集。いや俺がパラディンかこれ。いや俺がパラディンかこれ。いやダメだ、俺がパラディン負ける可能性がある。ダメだダメだ。てててて。ダブル。パラディンだな。身代わりでれば問題ないですよ。カニパラ見せちゃう。ちょ待って。カニパラで身代わりでいいやん。負けるとか、笑。教室に泣く猫泣くな。社長がパラなら見てみたい。パラ募集中ですか。難しいよ、ゴースネルのパラって。まだって。あとパラのみ。久々社長パラみたい。できればパラ来てほしいみたいよ。小池パラでしょ。奈良間じゃないの。パラ捨てている人多いんでは。
賭けばっかだと心が荒れるのでこういうのは楽しいですね。失礼しました賭けばっかとね、賭けばっかで心がね。ちょっと行こうぜパラディン。いや、そしたらこいけたら、あれ重さ理論家の人がいるじゃないですか。そう、やばい、32万、96万ゴールドはもう50万。周りに頼らないでたまには自分でやったらどうでしょうか。うるせえなこいつ。うるせえなこいつ。こいつうるせえな。こいつは何を言ってんだお前。お前ちょっと休んだ方がいいぞお前。何なんだこの病んでるやつ、こいつ。わらわら、決勝なんで値上がりしてんですか。知らねえよ。職人する気にならないですか。やんなきゃいいだろう。お金で解決しないで、たまに窯で作ればどうでしょう。周りに頼らないで、たまには自分でやったらどうでしょう。いや、お前いつも職人やって偉いって思ってるかもしんないけど、じゃあお前決勝から何から全部お前作ってんだな、お前。お前決勝も全部自分で作って、お前全部ゴールドもお前キラキラから回してんだな。お前は経済の一部になってねえんだな、お前。チャララ。いや、もうこう言ったら俺ね、こういう小学生の相手がもうめんどくさいんだよ。何言ってんすか？じゃん。俺こういう小学生、こういう小学生の相手がもうめんどくさいんだ、俺。学校の先生か、わら。意味不明だな、ダブル金払ってるんだからどうかやろ、わら。仕事なんて言うんだよ、あまりいじめないで。なんかに妙に共感できるけど怖いやつやな。そうだぞ、低収入でタクシー乗っちゃうやつもいるんだぞ。行きましょう。2枚なら、キービートーさんがこれ、パラディ今やってください。ナイス。ナイスからの、行きましょう。残り2枚はパワープロさん。ということはですよ。ということは、経済の一部ってのがいい言葉だった、わら。だいたい俺なんかもう職人は正義でギャンブルが悪みたいな、もうそういうこと、もうそういうこと言ってるやつは俺本気で俺頭悪いと思ってるから。いや、マジギャンブルはもう邪道な金儲けで、職人が偉いとか、お前じゃ利益乗っけんじゃねえぞと思うよな。お前じゃあの美味しい食材、美味しい商材とかで利益乗っけんじゃねえよと思うよな。原価で売れよな、原価で。ダイス手数料テンパーを非難するんだったら、職人も全部原価で売れよな。で、究極原価って言ったら、お前キラキラ落ちてる素材ゼロゴールドだからな。時間を費やして取ったあれは、時間はゴールドに換算できないですとゼロだからな。道に落ちてるものはゼロだからな。セフィールドさんがこちら32万ゴールド。でパワープロ6636万ゴールド。じゃあ8648万ゴールド。やめた、こういうヘリクスばっか言ってると、ちょっとヘリクス生主になるからやめた。俺はもう来年からね、そういう、ちょっとやめるんで、そういう。はい、OK。使いません。4枚ずついきましょう。4枚ずつで。4枚ずつで。4枚。本当だよ。ミノルはこっそり30にしてる時もあるらしいよ。いつもヘリッツが今更かも。よっしゃ行こう。本当にね。本当あれだよ。あのあれですよ。え、来年が神が何をやめますか。ヘリクスをやめますか。本当ですか。カモミール論とかいう道具もやめてな。でれれ。カモミールとかカモミールティーしか知らねえよ。インドだよな。チェッチェッチェ。よっしゃ行くで。勝ちましょう。ナイスに勝ちましょう。小瓶から。
バババババ。ダークキング TA サバイバル戦8軍募集、賞金2000万の500万、はい、ダークキングとサバイバルエグサ8軍募集、賞金2000500。パープロ君2枚からのキビトさんが、キビトさんが2枚お願いします。1枚、ん、2お願いします。チャラレ、選抜2つや入ってもいいですけどね。8軍ナイスコンバーは選抜もやってほしい。レグはないんですか。レグはな、レグは希望者がいたらな。レグは募集しても来ないから。ベイリーランマは新人にとって邪魔だよ。分かった、分かったお前ら、分かった分かったよ。レグない感じですか。チェーチェー、レグはね、希望者がいたらですね。どっち早い時間はダークキングですね。9時から9時過ぎからダークキングですね。ナイス。選抜に分個性くらいの方が新人も来やすい。あ、でもランマは1で全滅するとこだったか。別にいてもいいや。お前友達いないだろ。2399番、お前いつもこの枠でみんなの悪口言ってるけど、お前信じられないぐらい友達いないだろ。お前びっくりするぐらいいないだろ。お前友達になってるよ。俺が頑張ろうぜ。デフはイルさん来ないと集まらないでしょ。こいつ覚悟決まっていません。覚悟決まってるな、こいつ。いいな。よくねえけど。そういうことなんだよ。いや、レギュラーだと面白いんだけど、いないんだ、人口が今。悲しいよ。テレデーン。オッケー。あれ？ちょっと待って、魔法に触れないんだよな、今。ナイスこんばんは。よし、ナイスこんばんは。トルネコ呼んでるな。ねえ、聖水ありがとうございます。よっしゃー。工事とスキルの登録できてパッと帰れたら。じゃあほんと今日ほんとお願いします。ほんとですよ。職業ごと、いや、職業ごととは言わんけど、2パターンはお願いしたいな、マジで。せめ、おい、なんもね、やばい、なんか、おかしい。ああ、危ない、危ない、おかしい、危ない。これやばいか、これやばいか、これやばいか、やばいか、これパワーブロックやばいか、これは。早読み、フィクサー突撃、やばいか、これ。死んだな。うん、死んだね。お、やばいか、これやばいか、これ。やばいか、激しい雄たけび、やばいか。下がって。固定と選抜半々くらいにしてほしいです。分かった。開幕へと言わせないだろ。魔力覚醒。おい、ほらー。とりあえず俺も出よう。俺もレギュナーで、俺もダークキング出るんや。さあ、キビと大防御ないですからの、ナイスメラゾーマ。出たいけど固定がいないんで。メラゾーマからの特技。おー、やっべえぞ。なんかやっべえな。おい、ちょ、なんかやっべえ。これ大丈夫か、これ大丈夫か、これ避ける、これ大丈夫か。オッケー、ナイス。はい、オッケー。ただお前らチャーシューマジで美味しいから、マジで美味しいから、マジで。社長こんばんは。ナイスこんばんは。よっしゃー、よし、いけ。運営さん、宝珠の付け替え、本当にお願いします。心からお願いします。フレンド枠の上限を課金で解放 OK。
宝珠の付け替えも課金で開放 OK なんでお願いします。社長18日バーでしたよね。はい、18日そうです。お待ちしてます。18日バーやってそのまま夜長野県に行きます。なんと長野県に2週連続行きます。全然に手入れろ。ウェーイ、長州長州皆の州よし来い。ナイス、いいね。リンゴ S な。リンゴ、リンゴいいよ。次でも行くの。いやリンゴ食べんのはいいんだけど、取るの結構大変なんだよ。本当に大変。長野っていうとリンゴのイメージ。そうなんだよ。最高、最高だよ。三富士、三富士、三富士だっけな。めちゃめちゃ取るよ。高子さんの実家。もう6年、もう取って6年になるよ。長野県に連れて行ってくれないの。長野県ね。ピンスケ、長野に来るんですか。長野はリンゴだけのイメージはやめろ。長野のね、まあんま言いたくねえけど、まあんま言いたくないけど、上田の方。であの、ちょっと毎年 BMW で言ってたら、ちょっとあの、いや毎年 BMW 行ったらちょっと厳しいあの厳しい一族のおばちゃんがちょっとヤクザみたいあのヤクザみたいな車ってなったから、ちょっとちょっと今年から違う車で行くことにした。パパ、やっぱあのでやばい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 よ、ほら。まあ違うんだよね。これは最近ね、あのこれちゃんと最近広めていく活動をしようと思ってるの、違うんですよ、ね、でみんなあの違うと思ってるから聞いてるんでしょ。本当にそうだと思ったら聞かないでしょ。今度からセルフィオで行きましょう。長野はそば美味しいですよね。高子さんの実家でビッグバー開催予定ありますか。ビッグバーの開催予定ないです。ナイス、ほら。だってさ、君たちさ、プリウスの新しいのがいいよ。で本物の893にお前893なんて人形あるやつ、ここにはいませんよ。パパよし。いつも言ってんすけど、じゃ僕が893としますよね。あの紛れもなく毎日放送やってるじゃないですか。いやマジ俺紛れもなく毎日放送して喋ってるじゃないですか。あの許すんすか、組織は。それを僕が毎日こうやってやって許すんすか、この活動を。お前そんなことしてるんだったら組のために頑張れやってなりません。おいなんだお前のゲームはつってお前なんで毎日ゲームやっとるんじゃつって、いやなるでしょお前。まあなだから一回いいじゃない、一回見てリアルで見に来ればいいじゃない、あるかないか見に来ればいいじゃない。チェ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 。社長の声がしのぎ稼いでるんでしょ。悪いな。いや、違いますけど、100億歩譲ってチャンネルでしのぎ稼いでたら、なかなか偉くないですか。チャンネルしのぎ新しいっすね。チャンネルしのぎは新しいっすね。なかなか、それちょっと、いやいや、全然ないっすよ。いや、ほんと、あの、世の中を平和にしてくださる方々がね、もういっぱいいらっしゃるから、もう全然そんなことないっすよ。50年前とかだと知らないけど。チャンネルで
乗れるってマジ？わらわら。チャンネルとツイッターとバーとブログでしのぎ稼いでたら、その、なんでやる、なんでその、なんでその悪の組織にいる必要があるかちょっとわかんなくなってきますね。どうして悪の組織にいるんですかね。まあ、ちょっと新しいっすね。よし、来い。今のスポーツ選手の入れ墨ってすごいよね。危ないよ。ナイス。ジャパニーズダークネスだからな。ジャパニーズダークネスな。ジャパニーズダークネス話、懐かしいな。893ってのは生き方だから食用関係ない。パー。使った。わら。お、これは、いよ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 、メラガイア。味のケツ持ちは正解調ですよ。あの人の顔の広さはやばいんです。ナイス。ナイス。漆黒の翼が黙っていない。漆黒の翼が。漆黒の翼は結構いい味出してるよな。いや、ほんと今日でね、今日で僕はね、終わりたいんですね。今日で僕はもうね、勤労座終わりたいんですね。あの皆さん、今日固定で来てくれる人、ダークキング2固定で来てくれる人、アミミコイケさんのタレントみたいな活動してるよね。チャッチャルでー。ナイス。おい、これメラこれ終わったらこれ。フィック様じゃないけどフィッシュ様出るよ。なんかフィック様は嫌だけどフィッシュ様は別に嫌じゃねえな。確かフィッシュ様だもんな。19日までだし。やばい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 。おい、何なんだよ。ちょ、何なんですか、何なんですか。こちら打ってフィッシュ様。はい、ナイスフィッシュ様。ここで今メンバー集めてますが、全く時間が遅いみたいです。うい、まあ、9時ちょっと早いよな。今までの傾向からすると、いや、俺でももうね、俺2時のニコニコ動画ちょっと聞くのやめようかなと思って、目標として、年内の目標としてちょっと2時をオーバーしないように頑張る。特技魔力、はい。やっぱこういうのがドラクエなんだよな。初日からしていそうな目標やな。いいね。いよいよ必殺チャージからメラゾーマ。早読みが入ってないんだね、これね。確か必殺技が早読みが入るんだね。ミラークルゾーンは早読みとこちらね。よし、来い。いいですね。キビトさん、セフィードさん、いいっすね。楽勝ですね。このターンで終わりですね。社長、こんばんは。終わんね。これで終わりですね。ゼロ距離射程。ほら。はい、こんばんは。ラスト1周。ちょ待って、俺、エナジーいくつだっけ？エナジーが2周なんで、まあ、5個は必要ですね。5、おおおお、飛んだということはナイス。お、飛んだということはおお、マジか。おお、お、2個はいいね。ナイス。これ、来とるな、これ。ラス1。半分いいね。半分いいな。ナイスキーのだ。お金は先にお渡ししているので、
よし。12枚で8万96万。まあまあ、まあまあだな。アクセサリーって結構お金かかるんだな。次何個できれば 30? ん?あと10、あと10個。条約層今結構高い、結構高い条約層側の今魔法の小瓶結構安い。パパ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 ラララララ。ナイス。できなかったらもう一回購入。バクキンのタイム誰だけにするんですか。ん？誰だけってなんですか。よろしくお願いします。どれだけ笑いやでもやっぱあれじゃないですか、4分45秒、まあ甘くて5分じゃないですか。まあ、ちょっとあれだ、予選見ながら、ピクサー怒り早読み、超魔法陣からの戦闘ですよね。早読み側の昨日予選をスマホで見てたんですが途中で寝てしまいました。苦笑い。魔法陣引きます。はい、いやサイが引きたいな。やばい。もう金ロザも行きたくないんだ。もう今日で終わりたい。ナイス金ロザ、金ロザじゃない、ナイスミラクルゾーン。必殺将軍な。いいね。ここで現物2個かけらにかけらにだ。超暴走魔法陣。ゴースで意外と強いよな。ナイスショックを与えからの、はい、よく考えて、ガオー戦、これまずいよ、ガオー戦がバーンからのマシャデドス、冷凍マグロ、ミラクルゾーン、はい、
冷凍マグロにちょっと増えた、わらわら。よし、いけ。ナイスサイカー。あと2ターンで終わる。はい、はい、これで終わり。はい、このゾーンまで終わり。 HP 管理バッチリ、ナイス。ありがとうございました。ナイス、ありがとう。ありがとう。ちょ、マジ。ちょ、待って、かけらが、まず、かけらが、金の8個だから、まあな、まあまあいいよ。まあまあ、これはいいよ。現物、おい現物、まあいいよ。まあ、まずまずだ。ちょっとお願いします。もう今日もうやりたくない。もうやりたくない。それでは、キビトさん、セフィルムさん、パワプロさん、ありがとうございました。解散させていただきます。ナイス。よし。本当はやりたくないんですね。ベリナード、エナジー何周目？いや、エナジー一周したかな。ちょ、あっさり行こう、あっさり、もうあっさり一発目、あっさり一発目。ちょ、頼む。いや、ここで会心だろ、ここで。ちょ、2回連続、ちょっと、関数とか。おや、渋いぞこれは。ちょっと待って、渋いぞ。いや、攻撃の流れが来てる、攻撃の流れが。やってきてんのにな。つくならスイッチでな。ダメだもん。ダメだもん。エナジー枚数24だよ。中途半端に遠いな。今日はやめよう。もう今日は諦めよう。というところで皆さん、ナイスダークキング TA 開催でございます。いや、こんなもん。ダメだ、今度だ。いや、もうゴールデンタイム来ちゃったからな。